もう私3年ぐらいになるんですか。4年、3年半です、うん、あ、もう喋ってもいいですか。はい、はい、はい、どうぞ。はい、橋本実です。こんにちは、よろしくお願いします。今回は、毎回貫通音を練習させていただいてるんですけど、随分昔に灯火の新宿店に行った時に、テナーのとっても素晴らしい方がいて、その方が言語で歌った歌で、語り語りっていう曲です。私は言語ができないので、日本語でやらせていただきます。貫通音が本当に貫通音らしく歌えるようになったらということで、堀部さんの教室に通わせていただいております。まだまだ未熟者なんですが、これからも貫通音をたくさん教わって、皆さんの脳前で皆さんも気持ちよく歌えるような貫通音が歌えたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。私は、50歳から、この天南地域で皆さんと一緒に歌声喫茶をさせていただいております。もう16年ぐらいになるんですが、コロナが、皆さんご存知のようにコロナが、みんなで一緒に歌うというのは良くないっていうふうに言われて、本当に今まで皆さんと一緒に歌ってきた時間が本当に大切なものだったなということで、改めて思いました。今も、少しずつ皆さんと一緒に歌う機会を作って、短い時間でもいいからみんなで集まって歌を歌いながら、皆さんで交流するということを大切にしております。大きな声は出さなくても自分の心の中で歌うってこともできますので、ぜひなんかそういう機会がありましたら、いろんなところ行って歌うというよりは、みんなでちょっとした交流の時間を持っていただければ、コロナの中でも、気分がスッキリするんではないかなというふうに思っております。これからもあちらこちらで歌っていますので、よろしくお願いいたします。
この曲は作詞は小曽根敏子さん、よく歌っております。愛は愛色と同じ作者です。子どもたちが本当に幸せに生きていってほしい、で大人たちも流した汗の分だけ幸せになってほしいということで、とっても大好きな歌詞です。ぜひ聴いてください。秋の季節にぴったしな曲で、コスモスの歌という歌をやります。途中、サワワワサワワというコスモスが揺れる感じの、メロディーが入りますので、そこは一緒に歌っていただけるととってもいい感じだと思っております。ではいきます。コスモスの歌。
すむいたまま思い続ける垣根の小道。秋です、また秋が来てコスモスは咲きました。コスモスが歌います。風立てば一人ぼっちが身を寄せ合って優しすぎるから咲いているのです。秋です、また秋が来てコスモスは咲きました。コスモスが歌います。風立てばさわわわわ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 わさわわわわ言葉が揺れて滲んでしみる白い風の中。秋です、また秋が来てコスモスは咲きました。コスモスが歌います。風立てば秋です、また秋が来てコスモスは咲きました。コスモスが歌います。風立てばさわわわわ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 さわ